はい、どうも、久しぶりです。コハケンです。ですね、昨日のね、動画でね、僕ね、米津玄師さんのね、レモンをね、歌った動画があったんですけどね、それがね、編集したんですけどね、なんか音声が出ないね、トラブルみたいなのにね、巻き込まれてね、なんでですかね、ちょっとよくわからないんですけどね、チン君のね、助言をね、受けてね、気づいたんですけどね、僕のね、知り合いのね、チン君です、はい。チン君って誰なっていうね、思う方もね、いると思うんですけどね、まあね、童貞のね、アホなやつなんですよね、そいつにね、教えてもらったんですよ、んでね、まあね、いろいろね、喋りたいこともね、あるんですけどね、まあ最近ね、手越くんがね、ニュースをね、脱退したっていうね、まあそのニュースなんですけどね、まあね、なんでこの話題をね、僕がね、この動画でね、あげるかって言ったらね、単純にね、手越ゆうやのね、ハッシュタグがね、欲しくてね、彼ね、数字持ってるんでね、はい。数字持ってるんでね、ちょっとね、話題にしたらね、再生数をね、稼げるかなってね。まあそういうね、ちょっといやらしい思いでね、こうやってね、動画撮ってるんですけどね。まあね、僕ね、こう見えてね、ジャニーズ好きでね、手越くんはね、結構ね、昔から知っててね、歳もね、結構近いんですよね。僕33で、彼32歳なんです。でね、まあ、歳もね、近いことがあってね、まあ、全然知り合いでも何でもないんですけどね、まあ、昔から好きやっていうね、だけでね、まあね、黒髪のね、時からね、結構ね、好きでね、いつからかね、あんなね、金髪にね、借りしましたよね、まあね、金髪もね、でもまあ、似合ってるんでね、まあ、それはそれでね、まあ、いいかな、みたいなね、感じなんですけどね、結構ね、かっこいいなぁ、みたいなね、感じでね、思ってたんですよね。まあね、でもね、彼ね、やっぱりね、そのね、彼はね、ジャニーズだけのね、枠でね、ハマってるね、男じゃないと思うんですよね。なんでかって言ったらね、結構ね、喋れるんですよね、確実にね、やっぱりね、この世はね、コミュニケーション能力がね、ないとね、ダメですよね、コミュニケーション能力はね、なかったらね、ほんまにね、ザタされますよね、まあね、それね、彼はね、そのコミュニケーション能力とね、圧倒的なね、人脈がね、あるんですよね、まあね、それでね、彼はね、のし上がっていくんだろうってね、僕もね、思ってるんですけどね、皆さんはね、どう思ってるのか、ちょっとわからないんですけどね、まあね、顔もね、いいですしね、コミュニケーション能力も高いっていうのはね、まあね、最強っすよね、世の中ね、不公平やとね、思いますよね、僕みたいなね、こういうね、チンカスなね、人間がね、いたりね、する一方でね、そういうね、コミュニケーション能力が高くてね、女性に囲まれてね、女性に囲まれ続けてね、金もね、あるっていうね、圧倒的にね、年寄りからも、ね、若者からも好かれるっていうね、そういう人生もね、いいですよね、本当に。僕はいいと思ってるんですけどね、なんとかね、うまくいかないもんですよね。付き合いたいな、手越くんと。まあね、そういうことでね、まあ手越くんがね、ジャニーズ事務所をね、脱退したっていうね、まあそれだけのニュースなんですよね。まあね、結構ね、旬な話題なんですけどね、そこを地位的にね、かなり遅い話題かなってね、思ってるんですけどね、まあとりあえずね、話題に入れとこうかなってね、思ってね。まあね、っていうことでね、今ね、まあ仕事もね、かなりね、落ち着いてきてね、まあ2、3時間でね、終わるみたいなね、感じに なってきてね、まあこうやってね、まだ久しぶりにね、動画ね、投稿ね、ちょくちょくしていこうかなってね、こういうトーク動画もね、まあね、しばらくね、人と喋ってなかったんでね、ちょっとうまく喋れてないような感じなんですけどね、滑舌もちょっと悪いような、まあそういう感じなんですけどね、まあまあこういう感じでね、まあどんどんね、動画、また喋りのね、動画もね、投稿していこうで、まあ口ばっちばっかりね、ちょっと上げてきたとね、思ってるんでね、まあそういうことで、以上、コハケンでした。